これは私、小川すみれこと、口の減らない友人、あだしのレンとのささやかな友情と別れに関する記録だ。奇妙な理由で不登校になる生徒が出ており、十中八九それは怪異と関係しています。怪異？ええ、スミレコさん、事件の正体を見定めてきてください。ここにあるのは何かがあった後の違和感みたいな。聞きたいことがあるから一緒に聞こう。先生は武士なのか？どこに行くんだ？怪異があったはずの場所、ここは本来人がいていい場所じゃないんだぜ。まさか見えているのか？標識が言っただろう、使うなって。そして新しい土地には新しい神が宿ります。帰り道がわからない、案内します。悪いが、これは渡せないな。呪い。ええ。そして呪いは帰ってくるものです。ここから導き出される結論は一つしかないじゃないか。どうして？お願いも。いじめる側はいつもそう言うわ。秋から私の時間は止まったままだ。二人と一緒になりたかったな。帰るなら二人一緒だよ。世界はいつだってその異物を排除したくてたまらないんだ。いいさ、引き受けよう。さすがです、スミレコさん。私は作家、小川スミレコだ。理由はそれで十分だよ。